煩悩だらけでしょ。はい。これ、おろしたてじゃないの？初飛行じゃない。桜に引っかかった。いいね。あ、シャリ来たぞ今。背面のどうなんでしょうかね。上がるね、上がるけどね。もう無駄になるよ。暑いことで、あの下の桜に引っかかって。もう怖いのがないと。自分のこれがもう人気のような人ですからね。これやっぱり仕事でストレスあったりするね。ちょっとかかったな。だいぶ帰るよね、あれ。帰るよね。石破さん、一回ゴルフに行けばこれが似てる。この間ここにあったもんな。はい。新車でですね。なんかえらい曲がりにくいよ。完全な横風で、うん、はいはい。なんか極端にあれがかなり悪さそうです。もう回らんやん。あれあれあれ。届かない。おーっと。あれだー。難しいね、これやっぱり。難しい。うん、微妙な感じになってしまうね。意外と本当ですか。あら、痛いですね。まあ今のは俺の確率がビタビタって言われる。
あ難しい。あの 3D 初めてやりましたよ、ね、あれいつか僕首切れるなと思ってた。危なかったな。あいいねこれ面白いね。あれ何人気があるはずだ。これ家の中で飛ばせるね。これ20年 20% 家の中で十分だ。ありがとうございます。面白い。あんまり もうちょい、うん、どっちなのかですか。上がってもうですか。うん、草むらに当たらんとかね。当たらんですよ。大丈夫と思いますよ。はい、大丈夫ですよ。よかですか。はい、なら3、2、1、はい。おお。ねじれたですね。うん